おお、かわいい。こういう感じ。こっちが、まあ、ピュアオートミール。こっちがクエイカーのオートミール。こんにちは、シエルです。最近私ダイエット中なんですけど、そのダイエット食として今オートミールを毎日食べている生活なんですけど、友達に今オートミールどこも品切れなんだよって聞いて、そろそろうちにあるオートミールもちょっとなくなりそうかなと思っていたので、それで探しに行ったんですよ。ね、スーパーね、4軒はしごしてようやくあったって感じ。そう、本当にね、品切れだった。なんかただ棚に置いていないっていうよりも、現在オートミール品切れ中ですっていう札がね、貼ってある。多分ね、オートミールをね、買いに求めている人たちが増えてて、マスクみたいな感じ、多分店員さんとかに何度も何度も聞くから、オートミールは現在ありませんっていう、こう札がね、こうバンって出ている感じで、ただ私がいつも食べている、求めていたオートミールはもうどこも売り切れで、とりあえずね、ちょっとこれ大丈夫なのかなと思いながらね、買ってきたので、今日はオートミールをちょっと食べ比べしてみたいと思います。最近まで食べてたのがこちらのプレミアムピュアオートミールというやつですね。北海道の会社のもので、ここにね、ちゃんと書いてある。日本人に合わせて加工されたオーツ麦 100% のオートミールということで、この安心な惹かれるパッケージ。で、スーパー4軒はしごしてようやく買えたオートミールがこちら。ザ・海外っていうパッケージだよね。クエイカーインスタントオートミール、カッコレギュラー。アメリカの朝食を代表するクエイカーオートミール。食物繊維たっぷりのオーツ麦に塩でシンプルに味付けをしました。12袋入りということで、これは小袋になってるタイプのものですね。さっきのピュアオートミールと、日本のもう一つなんか多分パッケージ惹かれそうなやつは、品切れの札が貼ってあって、これだけはなんかね、8箱ぐらい置いてあったから逆に売れてなくて、大丈夫かなって不安になったんだよね。最近お家にいる時間が増えたりして、みんなダイエットとかやっぱり健康食、このあたりをすごく気にしてる人たちが多いと思うんですよ。だからこそ多分ね、このオートミールが今品切れなんだと思います。私も1週間前くらいからオートミールダイエットというのを始めて、1週間の朝食かランチをオートミールに置き換えるっていうダイエットなんだけど、それやっただけで1週間でね、マイナス1キロぐらい痩せてるんですよ。オートミールすごいと思って、オートミール争奪戦が今日本で繰り広げられてるかもしれません。ということで、今日はこちらのオートミール2つを食べ比べしてみたいと思います。こちらのクエイカーのオートミールの方を調べてみたら、口コミに書いてあって気になったのが、なんかたまに硬いの入ってますって書いてあって、ちょっとその辺は怪しいので、今日はね、実食してみたいと思います。ちなみにこっちはね、原材料名にオーツ麦だけ表記されてて、こっちの、クエイカーインスタントオートミールは、オーツ麦と食塩、あと炭酸カルシウム、鉄って書いてある。28g×12 袋の 336g。こっちが 300g。こちらは 30g あたり111カロリーで、こっちは、28g あたり100カロリーだから、まあ、同じくらいだね。うん。だから気になるのは味だと思う。お。おー、かわいい。こういう感じ。かわいいね。はい。こんな感じで小袋になってます。これはもうこういう感じで。こんな感じね。もう残り少ない。ピュアオートミール。はい。甘い香りすぎて、こっちクエイカーの方ちょっと量出しすぎちゃったんだけど、クエイカーの方が粒感がちょっと大きめかも。ちょっとそのまま食べてみようか。でまずピュアオートミール、普通に食べると美味しくない。これは、うん、あー、なるほどね。こちらのクエイカーの方はね、食塩が入ってるからやっぱ塩っぽさがある。おつまみで食べてられるかも。うん、普通に美味しい。私の最近のお気に入りの調理方法は、友達のレシピなんだけど、オートミールが浸るぐらいの豆乳を入れて、でレンジで1分ぐらいチンするんですね。でその後にヨーグルトを入れて、で甘みで蜂蜜入れて、でそこにフルーツ乗せて食べるとすごく美味しくて、それを毎朝食べてるんですけど、こっちはちょっとやっぱりその塩分がある分どうなるのかなって思うので、食事系のものの方が合うのかもしれないですね。今からちょっと豆乳入れてレンチンしていきたいと思います。入れよ豆乳。
こんな感じ。ちょっとじゃあまずピュアオートミールからね。はい、じゃあこちらはクエーカ。はい、こっちもレンチンしてきます。レンチンしたのがこちらです。ピュアオートミール実食。美味しい今ずっとダイエット期間中で、まず間食をしてないんですよ。で、あと甘いものはフルーツかヨーグルトにしてて、で、まあ、ジュースも飲まない。で、ご飯も、できる限りヘルシーなものにしてるんですね。そうするとやっぱさ、なんか食材の旨味みたいのが、なんかわかる。うん。普通に美味しい。初のクエカ。豆乳とあんこ。塩分が入ってるこのしょっぱさがあるから、なんかこの豆乳だけだとこっちの方が美味しいかも。クエカの方が。味が濃いからなんか食べ応えがあるかも。いつもの食べ方、ヨーグルトと蜂蜜を加えていきます。クエカがさ、英語表記でちょっと海外っぽさが強かったから、ドキドキしてたんだけど、普通に美味しいね。ヨーグルトをどちらにも入れていきます。蜂蜜も、あ、ちょっと入れすぎた。蜂蜜。混ぜていきます。いつもはこれね、フルーツ入れるんだけど、今日はフルーツなしで。美味しい。いつもの美味しいやつ。この1週間ずっと朝オートミールばっか食べてるからさ、飽きないのって言われたんだけど、全然飽きないね。じゃあ続きまして、クエーカ実食。うん、美味しい。食べ比べてみた結果、どっちも美味しかったです。はい。で、味の違いといったら、こっちの方が、まあ塩っ気があるっていう部分ではしょっぱいから、ご飯物のアレンジの時はこっちを使うのはありかなと思います。ただ、今フルーツとか蜂蜜を入れたそういう結構甘めの食べ方にしても全然こっちもありです。甘みの中にしょっぱさがあるとさ、この止まらない美味しさみたいなのがあるよね。こっちはこっちで、私、美味しいなと思いながら毎日食べてたんですけど、やっぱりこっちもこっちで、美味しいです。で、お値段が、確かこっちが600円ぐらいで、こっちが400いくらだったかな。うん、どっちかというとちょっとこっちの方がお値段が高めかもしれません。ただその小袋になっていたりするので使いやすさはあるかもしれないです。まあどっちも美味しかったので、オートミール探してる方はまあどちらでもいいかなと思います。たまに硬いのが入ってるかもって言われてましたけど、今日は大丈夫そうだったので、はい、普通に食感は同じです。私個人的になんですけど、海外のパッケージのスイーツとかがちょっと苦手なんですよ。やっぱり日本のちょっと安心安全みたいなものを選ぶ、まあ、習性があるんですけれども、このね、オートミールに関しては全然美味しいし、塩っ気もあるし、小袋でしかもパッケージも可愛いし、なのですごくおすすめです。はい、ね、良かったです。食べてみて安心しました。オートミールはダイエット食にもいいし、栄養価が高いと言われているので、引き続きオートミール生活をしていきたいと思います。動画の最後に私が普段食べているオートミールのレシピを貼っておきます。よかったら見てください。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。